はい、というわけでどうもホックスアートでございます。今日はね、僕にとってなくてはならないこうクリエイターの生産効率を、まあ、上げるためのツールっていうのを5つ皆さんにね紹介したいなというふうに思います。フリーランスのクリエイターにとってはこのね生産効率っていうのが本当に重要で、でまあ単純にそのまんまこの収入っていうのにも直結するし、で煩わしい作業を減らしてこうクリエイティブの質を高めるために時間をこう当てるっていうこともまあ非常に重要だと思います。僕はですね、Mac ユーザーなので、今日紹介するツールの中には、まあ、Mac 専用のものもあるんですけど、まあ、でも、Windows の方であっても、まあ、探せば、まあ、大体可能なものもあると思うので、ぜひね、チェックしてもらえればな、というふうに思います。じゃあ、まずね、最初に紹介するツールは、ポストヘイストです。ざっくり言うと、プロジェクトのテンプレートツールです。プロジェクトがまず始まると、こう、プロジェクトフォルダを作って、で、わかりやすい名前をつけて、あとはね、その中に、こう、ドキュメントとか、まあ、写真とか映像とか、まあ、様々な素材を、まあ、こう放り込んでいきますよね。こういったこう毎回繰り返すルーチンワークこそ本当に効率化が必要で、ポストヘイストではこういったものをテンプレートを作って、で効率よくプロジェクトを管理することができます。まず最初に一番自分が使いやすいというフォルダ構造をこのポストヘイスト内でテンプレート化していきます。テンプレート自体は、まあ何個も作れるので、まあなんか動画系のプロジェクトだったりとか、あとはポッドキャストとか、なんかまあその他ウェブサイトとか、まあ何でもいいんですけど、好きなだけテンプレートを作ることができます。テンプレートができたら、まあ最後にね、このプロジェクトのパラメータを入力して、クリエイトプロジェクトっていうボタンをポチッと押すと、まあそれで一発で、ね、まあプロジェクトファイルを生成することができます。このパラメーターは、まあ、プロジェクトフォルダーの、まあ、名前だったりだとか、あとはこのフォルダーのね、格納先に使われたりするんですけど、例えばこう、年ごとだったりだとか、クライアントの名前とか、あとはこう、連番で ID を振りたいとか、まあ、そういった情報を入力していきます。で、もちろんね、これはもう自分で好きに増やすことができますし、あとはまあ必須項目だったりとか、デフォルトの入力値とか、で僕意外とこういったこのファイル管理っていうのが苦手で、でこれを使う前はもうプロジェクトごとにこう構造がバラバラになっちゃってたりしたんで、すごくね整理ができて、プロジェクトをスムーズに始められるようになりました。でポストヘイストは Mac、Win どちらでも無料で使えるので、まあ、ファイル管理が苦手だなっていう方はねぜひ試してみてください。で次に紹介するのは本日のスポンサーでもある Notion です。まあクリエイターにとってインプットって非常に大事だと思うんですよ。ただこう都度ねこう気になることをググったり YouTube でこう勉強しても、まあ人間ね3日もあれば大半のことは忘れちゃうんですよ。自分が勉強したことだったりクリエイティブのアイディアとかを、まあ自分専用のウィキみたいな形で簡単に整理整頓することもできるし、あとはタスク管理とか、まあ旅行の計画だって本当にねもう見た目も美しく管理することができます。でこれをねただの綺麗なメモ帳だと思ったら本当大間違いで、Notion がすごいのはここからなんですよ。それぞれの情報をデータベースとして、まあ、構造化、階層化をしながら、整理していくことができます。例えば僕のプロジェクトのこう進捗管理とかを例に挙げると、まあ、メールなんかでこう依頼が来た時点でまずねこのプロジェクトの情報っていうのを全部 Notion に書き出すんですよ。でこの依頼内容だったりだとか、まあ、クライアントさんの情報だったりだとか、あとは費用感とかねこうスケジュールまでもう全てです。で専用の DB にこれもねテンプレートさえ作っておけば、まあ、あとはねもう毎回毎回繰り返し入力するだけです。一度入力したデータはまあ様々な角度から見ることができて、 Excel みたいにこう表で見れるのは当然なんですけど、例えばスケジュールの全体感を見るのにカレンダー表示してみたり、あとはこうガントチャートでまあどれだけこう並行してプロジェクトが走ってるかなんていうのを確認したりだとか、それぞれのね、このプロジェクトがどんなステータスになってるのかっていうのをこう看板形式で表示したり、それ以外にも様々な方法でこう可視化することができるんですよ。データベース間の連携っていうのもできるので、例えばプロジェクトとタスクっていうそれぞれデータベースがあって、この2つを連携させておけば、双方から参照し合うっていうこともできたりなんかします。僕はね、家族とか、あとは仕事のチームとこれらの情報を共有しているので、まあ、全員がその情報にアクセスできるので非常に効率的です。で、メンションとか、あとはコメントとかもできたりするので、まあ、タスクのこう割り振りなんかも簡単にできます。いや、わかりますよ。データベースなんていうとね、なんか難しそうって思うじゃないですか。最初ね、うちの奥さんも同じ反応してたんですけど、でもね、本当こう、ポチポチと、画面を操作していくだけで簡単に作れちゃうんですよ。で、Notion はこうやってね、こう、どんどん情報を書き込んで、インプットを効率化するっていうだけじゃなくて、それらがこう、綺麗に整理整頓されていることによって、これがね、アウトプットのクオリティまで向上してくれる、まさにね、万能ツールなので、本当ね、非常におすすめです。
で、しかもノーションは今ね、いろんな業界のいろんな人たちが使っているので、少しね、ググったりすると、こういろんなね、こうみんなの使い方のアイディアみたいなのが、まあ、ネット上にもゴロゴロ転がっているので、そういったものを参考にね、ぜひね、皆さんもこのノーションを使って、インプットとアウトプットの効率化をね、やってほしいなと思います。で、お次に紹介したいのは、クリーンショット X です。でこれはね、こうスクショをきれいに撮って、まあ、見栄えよくこう SNS にそれを投稿したりだとか、あとはプレゼンの資料とか、まあ、動画なんかで使える、本当にね、これ神ツールなので、めちゃくちゃおすすめです。本当単純に全画面や、まあ、スクショしたいエリアを、まあ、切り取って、まあ、保存することができたり、あとは、ウィンドウごとだったりだとか、長いウェブページも、まあ、スクロールしてキャプチャーすることができます。あのね、すごいのが、例えばこんな風にすごいこうラフにね、こうスクショしたりすると、まあ、これだと見栄えが良くないじゃないですか。背景とかをつけて、よりね、おしゃれにできるだけじゃなくて、このチェックボックスをポチッとやると、余白部分っていうのを新たに再構築して、スクショからすごく見栄えのいい画像を作ることができます。ほんとね、このままツイートしたりだとか、あとはプレゼンの資料とか動画内でもね、使うことができると思います。あとはスクリーンレコードもできて、パソコン内で再生されている音声や、まあ、ウェブカメラの映像や、あとはこうマウスクリックとかキーボードタイプも、まあ、含めることができるので、チュートリアル動画みたいなものを作るときに非常に役に立つし、現にね、今みんなが見てもらってるこの画面収録っていうのもクリーンショット X で撮ってます。他にもクラウド連携ができたりだとか、あとは細かい機能っていうのも今いろいろあるんですけど、まあとにかくね、めちゃくちゃ使い勝手がいいので、ほんとね、すごくおすすめ。スクショをよく撮るなっていう人は、まあぜひね、試してほしいなと思います。で、お次はライトフォントっていう Mac 用のフォント管理ツールです。まあ、MacOS には標準でね、フォントブックっていう、まあ、そのフォント管理ツールはついてるんですけど、まあ、いまいちというか、だいぶ使い勝手が悪いので、僕はこっちを使ってます。Google フォントとかを直接参照してインストールしたり、あとは Adobe フォントからダウンロードした、まあ、そのフォントも管理することができたりだとか、その他アイコンフォントだったりだとか、個別に購入したフォントっていうのも、まあ、全部まとめて一括で管理することができます。YouTube のサムネイルで、まあ、ちょっとね、かっこいい感じにしたいなと思ったら、ここに、まあ、例えば、まあ、作品のタイトルとかを入れて、で、その一覧の中から、まあ、その、字面にどのフォントが一番合うかな、なんていうのを見ながら選んだりしてます。で、その他にも、まあ、フォントの種類だったりだとか、その対応言語とか、あとはウェイトなんかでも、まあ、絞り込むことができたりします。対応してるソフトであれば、このライトフォントから直接、そのフォントの種類っていうのを選べたりできるんですよ。あとは、フォトショップのデータを開いた時に、フォントが見つからなかったら、もしライトフォントの中にあれば、自動的にこう、アクティベートしてくれるとかっていった機能もあります。僕はね、ドロップボックスのフォルダーに、購入したフォントをまとめているので、そのフォルダーをライトフォントで指定すると、勝手にね、そこのフォルダーにフォントを放り込むだけで複数のマシンで自動的にこのフォントのインストールっていうのがされるので、まあ、デスクトップとかノート PC とか、まあ、どちらでも同じ環境で作業したいっていう方にとっては非常にこれ楽だと思います。で、今日最後に紹介するのは Figma です。まあ、非常にね、こう、ウェブ業界とか、そっちでは有名なツールなんで、まあ、知ってる方も多いと思うんですけれども、Figma はそもそもはね、こう、UI デザインツールで、僕も以前にこう、Figma でこう、UI デザインとかをやってたんですよ。でも今は、YouTube のサムネイルとか、それこそ動画内に差し込む画像素材とか、あとは、まあ、プレゼンのこう、スライドなんかも Figma で作ってます。で、この Figma 何が素晴らしいって、まずね、無料で使えるんですよ。まあ、もちろんね、有料プランもあるんですけど、有料プランで使えるようになる機能っていうのの多くは、まあ、こう、複数人でのコラボレーション機能なので、まあ、正直、まあ、僕みたいにこう、YouTube のアセットを管理するぐらいだったら、もう本当にね、無料の範囲で十分使えます。僕は Adobe の Creative Cloud に入っているので、まあ、Photoshop とかイラレとかも全部使えるんですけど、まあ、なんでわざわざこの UI デザインツールっていうのを使ってるかというと、まあもちろんね、さっき言った通り無料っていうのも大きいんですけど、とにかく動作が軽くて、で、基本的な機能っていうのがもうほんとシンプルで使い勝手がいいんですよ。UI デザインツールなだけに、そういったね、レイアウトの調整とかっていうのがほんと非常にやりやすいんですよ。ライトルームとか、さっきね、紹介したクリーンショット X で、まあ、編集済みの画像をこっちに引っ張ってきて、で、あとはテキストを打ち込んで、レイアウトを調整するだけみたいな感じで僕は使ってます。
で、Figma にはあのコンポーネントっていうものがあって、あの基本一度作ったものをコンポーネント化しておけば、まあ、簡単に使い回すことができます。コンポーネント同士を入れ子にすれば、まあ、ちょっと複雑なものでも簡単にカスタマイズできるようになるんで、まあ、ほんとね、ちょっとしたデザインシステムみたいに自分だけのアセットライブラリっていうのを構築することが簡単にできます。まあ、いろんなユーザーの人が作ったプラグインっていうのがもう本当にもう山のように存在してるんですよ。なのでそこからね、こう自分が必要なものを選んでどん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 機能拡張をしていくこともできます。はい、というわけでね、本日はまあ僕がよく使っている、まあ、こう作業効率が上がるツールっていうのをまあ5つほど紹介したんですけれども、まあ、まだまだね、まあ、使ってるツールっていうのはまあ細かいものを含めればたくさんネタはあるので、また何かのタイミングで紹介できればなというふうに思います。あの本当にね、作業効率を高めて生産性を上げるっていうのはまあ大事ですよ。僕なんかね、今暇さえあればどうやったらこう効率化できるのかなっていうのを考えたりするので、人よりね抜きんでようと思っても、まあ時間っていうのは平等じゃないですか。だったらもう効率化しかないっていう、まあマインドでずっとね、こう社会人生過ごしてますからね。まあまあ、で言ってもね、半分趣味みたいなもんなんですけどね。でもまあ大事なことですよ。皆さんもね、こう日々こうルーティン化してるなっていうようなタスクがあれば、まあそれをね、こうどうすれば最もこう短い時間でできるようにするのかっていうのを改めてね、この機会に考えてみてほしいなというふうに思います。というわけで本日の動画は以上となります。また次の動画でお会いしましょう。ピース。